どうもこんにちは、しおいです。2024年4月22日月曜日放送のハロドリについて今回も感想をゆるりと語っていきたいなと思います。まずはお茶の間と研修生ユニット24アイドルイベントに出演。2024年3月28日29日に NIG フェス2024が東京ドームシティホールで開催されて、1日目の3月28日にお茶の間とハロプロ研修生ユニット24が出演してました。ハロプロ研修生ユニット24からイベント前のインタビュー、吉田ひのはちゃん初めての出演なんで、まずはお客さんと楽しく盛り上がれるようなステージにしたい。上村れなちゃん、映像でステージを見て背景がキラキラしててステージが広くてすごく楽しみ。小野田かりんちゃん、花のセブンティーンという言葉もあるんで17歳はすごく楽しい1年になったらいいなと思う。橋田ほのかちゃん、まずはみんなでいろんなことにチャレンジして爪痕を残して覚えてもらうところからスタートしていきたいとのことでした。エンジンの掛け声はよいしょに変わってましたねグループ名が決まったらしっくりくるものができると思うんですけど、最終的にどんなエンジンになるのか楽しみです。ライブ映像は大好きだけど付き合えない43度、超ちょこっとロッケンロール、女で地球は回ってる、ベリーズ工房の胸騒ぎスカーレットのカバーに彼女になりたい、セットリストに入ってた6曲すべて公開してくださいました。ありがたい。ステージのセットがレナちゃんが言ってた通りキラキラというかギラギラでレインボーに光ってたり、想像以上に眩しいなと思いました胸騒ぎスカーレットでのひろはちゃんのソロパートがめちゃめちゃ良かったです。出番終了後のインタビュー、上村はすみちゃん、イントロがかかった時のファンの皆さんの反応が自分たちも嬉しかったし、超ちょこっとロッケンロールの感想分けの音が止まるところでミロの名前を叫んでくれたりしたのも嬉しくて、自分たちも燃え上がってすごく楽しかった。村越彩菜ちゃん、今年もこのイベントに出演できてすごく嬉しかったし、声援がすごくて、いつもはコールがされないところもコールがあったりしてびっくりしたし、夏っていうくらい暑くて楽しめた。次にお茶の間イベント前のインタビュー、中山夏目ちゃん、18歳になって大人の階段を一歩登った感じがするんで、いつも応援してくださる方々に恩を返していける1年にしたい。今までは親とかメンバーに頼ってた部分もあったんで、しっかりと自立した女性になれるように頑張る。広本るりちゃん、泥団子に例えると土を集めて形成されたのが結成デビューして2年くらい経った今で、それを今年以降にどんどん綺麗に磨いてピカピカにして、自分の名前ラピスラズリのようにキラキラした宝石みたいに輝けるように徐々に磨いていける1年にしたい。西崎美久ちゃん、高校生活最後の1年ということで、とりあえず楽しんで清く正しく生きていけたらいいなと思う。北原桃ちゃん、高校3年生になるということで、限りあるこの時間を大切にして高校生である間に目標をたくさん作って一つ一つ成し遂げていきたい。久保田七海ちゃん、20代になるんで、今まではキャピーキャピーキョロランという感じやったけど、これからはちょっと大人な部分やったり女性らしさを出していけたらいいなと思う。石栗かなみちゃん、19歳から自分に素直にというのを目標にしてるんで、20歳も自分の気持ちに素直に感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきたい。米村きららちゃん、20歳ということでお茶の間を引っ張っていけるような存在になれるように、メンバーのことをよく見たりパフォーマンス面でもお茶の間に貢献していけるように頑張る。田代すみれちゃん、リハーサルで得たことをここで出していけたらいいなと思うとのことでした。ライブ映像はチャチャシング2024お茶の間バージョンと恋のクラッチングスタート、お茶のままフォロワー、憩いの場所は、もれはもわっちゃわちゃ、グッドラックの胸騒ぎ、シェケナーレの5曲で、ライブ映像はなかったけど出演前に舞台裏で練習してた格子ファクトリーのバチ恋青春もセトリに入ってました。衣装はアルバムのチャンネル1やグッドラックの胸騒ぎのミュージックビデオで着用してた白と水色の衣装で、冬っぽいモコモコした素材がすごく熱そうやなって思いましたチャチャシングではステージ上の演出でスモークが使われてて楽しそうやったし、お茶のままほろばい恋の場ではキララちゃんがモコモコした帽子についてるシナモンの耳みたいなのをなびかせてたのが可愛かったです。シェケナーレはミュージックビデオいつも見てるんですけど、ホールの前にせーのって言ってくれるのがライブ感があって楽しいなって思うし、単純にコールの位置を把握できるんですごく助かります次にハロプロ研修生実力診断テストへの意気込み、ハロープロジェクト研修生発表会2024春の公開実力診断テストが5月4日土曜日に立川ステージガーデンで行われます。今回から2週にわたって選曲の理由と本番への意気込みを大公開ということで、まず1人目は川野ソワラちゃん、課題曲はモーニング娘。23のすっごいフィーバー、選曲理由はモーニング娘。が大好きで、すっごいフィーバーがかっこいい曲やったんでパフォーマンスしたいと思ったから。前回の実力診断テストでは高音のところがひっくり返ったりしてたけど、今回は声がブレないように安定して歌えるように頑張ってる。自由曲はメロン記念日の赤いフリージア、選曲理由はハロプロと出会った頃にずっと聴いてて
研修生に入って歌いたいと思ったから、曲の可愛さと大人っぽさを表現したいので注目してほしい。次に牧野とわちゃん、課題曲は椿ファクトリーのスキップスキップスキップ。選曲理由は苦手な滑舌やマイクホールドなど自分の課題がたくさんある曲を選んだ。自由曲はモーニング娘。のふるさと。選曲理由はリズムがゆっくりの曲の方が得意なんで、もっと上達させて見てもらいたいと思ったから。たくさん歌ったり鏡を見てダンスが大きく踊れるように練習してるんで、去年より成長してる自分を見てもらいたい。林新奈ちゃん、課題曲は拳ファクトリーの年には年。選曲理由はがなりに挑戦したことがなくて、皆さんの前で発表したいと思ったから。がなりや巻き舌などパンチのある歌が特徴的なんで、拳ファクトリーさんに入れるくらいの勢いで頑張って練習してる。自由曲はジュースジュースのプラトニックプラネット。選曲理由はポップな感じの曲調に惹かれて皆さんの前で披露したいと思ったから。低い音から高い音まであるんで対応できるようにリラックスしながら練習してる。衣装のこだわりとして新しく宇宙のアクセサリーイヤリングを作ったんで、それをつけて本番に挑みたい。昨年の実力診断テストは自由曲にモーニング娘。2-1 のビートの惑星を選曲して、宇宙柄のワンピースを着てパフォーマンスをしてました。今年も宇宙つながりの選曲で、ミーナちゃんといえば宇宙っていうイメージが定着しそうですね。次に島川花ちゃん、課題曲はカントリーガールズのブギウギラブ。選曲理由はかっこいい感じの曲で、ちょっと低めな自分の声を活かせると思ったから。ぴょこぴょこウルトラとはまた違った私を見てほしい。自由曲はタンポポの I&You&I。 選曲理由は課題曲がかっこいい感じにしたんで、自由曲はかわいい感じの曲にしたいと思ったから。ただかわいい歌だけではなく、少し繊細な感じやったり寂しい感じもあって、素敵な雰囲気の曲なんで、うまく表現できたらかっこいいかなと思って選んだ。マイクホールドと体力のなさが課題だと思ってるんで、いっぱい踊ったり縄跳びをしたり、とにかく体力をつけることを頑張ってる。浅野ゆりかちゃん、課題曲はカントリーガールズのブギウギラブ。選曲理由はこの曲がずっと好きで、課題曲候補を見た時から絶対これにしたいと思ったから。リズムが難しい曲やけど、それも新しい挑戦だと思って、自分の中で新しいものを出せるようにしたい。自由曲はモーニング娘。の愛して愛してあと1分。選曲理由は先輩方の映像を見て、表情や歌い方の表現がすごくあったんで、難しい表現があると思うけど、自分だけのものを出せるようにしたいのと、ダンスもたくさん練習するので見てほしい。実力診断テストはすごく緊張してるけど、とても楽しみで、普段からどんな場所でも鼻歌を歌ったり、いつも音源を聞いて練習したり、いろんな動画を見て衣装のイメージを膨らませたり、自分なりに動画を見て研究している。コメントからほんまに楽しみにしてるんやなっていうのがすごく伝わってきました。今年は衣装に関してノーヒントなんで、どんな衣装なのか想像するのも楽しいです。最後に宮越千尋ちゃん、課題曲はジュースジュースの意地悪しないで抱きしめてよ。選曲理由はとてもかっこいい静かめの曲で、ぴょこぴょこウルトラとは違う雰囲気を出せると思ったから。自由曲はモーニング娘。1-5 の冷たい風と片思い。選曲理由はミュージックビデオはとてもかっこよくて、特に鞘里保さんがダンスも歌も上手で、この曲が好きだから。高音があまり出せないんで、どう出すか、どこで裏声を使うかを考えているとのことでした。来週はハロプロ研修生実力診断テストに向けて後半、そしてジュースジュース春ツアー初日に密着。川島美穂ちゃんも帰ってきてくれて、完全体のジュースジュースを見ることができるのがほんまに嬉しいです。2024年4月22日月曜日放送のハロドリは TVer でも配信されてるんで、ぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2024年4月30日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画もお楽しみに。バイバイ。